はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、新ハンターフールズゴールドがテストサーバーに実装されたことによって、このキャラの基本的な性能、具体的な数値というのがね、明らかになりました。それはまあ例えばですね、通常攻撃の距離だったり、あとはため攻撃の距離、あと足の速さなんかね、まあいろいろなね、性能があると思うんですけれども、そういったところをですね、今回の動画では、ランキング形式でね、すべてのハンターと比較して、一体どれくらいの性能を持っているのかというのを、皆さんにね、お伝えしていこうかなというふうに思います。これを知ることによってね、このハンターへの理解度が深まって、自分で使うときや相手として戦うときなんかにね、まあ、役に立ったらいいなというふうに思います。それではね、喋っていこうかなと思います。まずはですね、移動速度からです。結構コメントでですね、このハンター足が遅そうとか、足が遅くてよかったっていうコメントをいただくんですけれども、実際もね、どれぐらいの足の速度なのか、というところですね。こちら、なんと全28キャラ中9位というね、結果となりました。でですね、数値が 4.64 メートル毎秒、というね、足のスピードになるんですけれども、まあ、この 4.6 メートル毎秒という数値はですね、ハンターの基本的な足のスピードになります。大体のね、ハンターの足のスピードが、まあ、このスピードになってまして、まあ、レオ、シカ、写真家、バルク、ハスタ、マトカゲ、ジョー、ボンボン、バイオリン、ガラディア、ハリン、グレイス、悪夢、インジャ、イタカ、まあ、これらのキャラクターがですね、まあ、この 4.6 メートル毎秒に、まあ、当たるんですけれども、まあ、そのキャラたちと同じぐらいの足のスピードだよというふうに、ね、思ってください。なんでですね、このハンター決して足が遅いというね、ことはね、ありません。そうなんですよ。僕も実際使ってみて、ちょっと足遅いかなって感じてたんですけど、まあ、そんなことはね、全くありませんでした。まあ、普通の、スピードだというところになります。ではですね、続いて、通常攻撃距離に行きたいと思います。まあ、これは何かというと、通常攻撃の当たるね、どれぐらいの長さの判定があるかといったところです。こちらに関してなんですが、なんと、全28キャラ中4位というね、めちゃくちゃ高性能であることがね、判明しました。こちらですね、この距離というのが 3.46 メートルで、まあ、4位だったんですけれども、まあ、1位のね、ハンターが初期ガン、ハスター、アンテッドでして、で、これらのキャラクターが 3.54 メートルなんですね。ですので、もうあのそれらのキャラクターと比べて、0.08 メートルしか、距離が変わらないというところでね、はい、これは本当にね、あの高い数値です。初期間ハスターアンデッドの次に、この攻撃距離が、通常攻撃距離が長いハンターということで、こちらですね、もう頭にね、入れておいてください。これね、知ってるか知ってないかでね、結構ね、まあ、動きが変わってくるかなと、思います。ただですね、この通常攻撃距離なんですけれども、条件によってね、距離がね、変わります。このハンター、ツルハシを投げた後、素手で攻撃をすることができる、かなり特殊なハンターなんですけれども、この素手の場合ですね、この通常攻撃距離というのが一気に、短くなります。素手の場合ですと、こちら 2.84 メートルまで、この通常攻撃距離が短くなりまして、全体でね、23位、28キャラ中23位まで、下がってしまいます。はい、ですんで、まあ、このツル足で攻撃をするときは、距離は長いですけれども、素手で攻撃をするときは一気に短くなるというところ、そういったね、まあ、特性がありますんで、素手で攻撃をするときは確実に攻撃が当たるときに攻撃をするなどね、まあ、あのうまくね、使い分けてください。では続いて、ため攻撃距離について、いきたいと思います。こちらはため攻撃の時のね、まあ、判定の出る、距離なんですけれども、3.79 メートルで、全体でね、7位というね、結果ということが分かりました。ため攻撃に関してもね、かなり高性能ということが、ね、言えます。今いるハンターですと、マトカゲ、初期間、アン、この3キャラクターがですね、3.8 メートル、なんですけれども、まあ、その3キャラクターとほぼ変わらない、ため攻撃の距離だと、いうふうにね、思っていただければ分かりやすいかなというふうに思います。では続いて、素手で殴る時のため攻撃距離です。こちらなんですが、3.2 メートルで全体の21位ということに、ね、なります。やはりですね、こちら、攻撃の仕方が素手になると一気に、この距離がね、短くなって、こちら21位まで、下がってしまいました。血の上がですね、3.21 メートル、のため攻撃距離ですので、まあ、ほぼ血の上と変わらないね、ため攻撃になってしまうということでね、こちらもね、覚えておいてください。では続いてですね、板の破壊時間に行きたいと思います。はい、こちらは板をどれくらい早く割れるのかというところなんですが、こちら 2.42 秒で、全体で11位というね、結果となりました。はい、こちらもかなりね、高成績、高性能だなといったところです。
まあ僕もですね、実際にこのハンター使ってみてて、あの板割り早いなっていうふうに感じたんですけれども、まあ最近で実装された、新ハンター系インジャだったり、イタカ、オペラ歌手だったりですね、こういったね、新ハンター系の中でも一番ですね、この板割りが早いので、かなりね、まあここは使いやすいかなというふうに思います。では続いて窓の乗り越え時間に行きたいと思います。こちらどれくらいの時間で窓を乗り越えれるかというところなんですけれども、2.05 秒で全体の23位ということがね、分かりました。ですので、まあ、このね、ランキングで見ても結構、下の方ですので、まあ、乗り越えに関しては、着艦性能が弱いというところでね、まあ、覚えておいてください。まあ、一番近い性能で言うと、クルム上が 2.07 秒になってますんで、まあ、ほぼクルム上の乗り越えと変わらないよという、風に、ね、なります。はい、ということで、続いてがね、最後の、性能に行きたいと思います。最後が、板をぶつけられた時の気絶時間についてです。まあ、これはサバイバーにね、板を当てられて、どれくらいで回復するのか、気絶から回復するのかというところの数値なんですが、こちらがですね、3.14 秒ということで、全体の4位ということがね、判明いたしました。はい、こちらに関しても、めちゃくちゃ性能が高いです。もう高性能です。かなり早い時間でね、この板から復活ができますんで、まあ、このね、ハンターの強みというふうに言えます。まさかね、ここの数値も、強いというふうには思ってなかったので、結構ね、ここはびっくりしました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の新ハンターフールズゴールドのね、まあ、基本的な性能が一体どれくらいなのか分かっていただいたと思うんですけれども、まあやっぱりね、他のハンターと見比べた時に結構ね、高性能だっていうことがね、まあ、分かりましたね。まあこの移動速度もね、普通のハンター、まあ一般的な速さと変わらないですし、何よりもこの通常攻撃距離がもう全体で4位っていうのと、あとは、その板の気絶からの回復速度が、全体で4位っていうのがね、いや本当に強い。うん、こういったまあこのハンター特有のね、まあ、強みというのが、あるというのがね、分かったんでね、いやかなりこれはもう数値ね、見てよかったなというふうに思いました。まあ、ただ気をつけなきゃいけないのはやっぱりね、この吊る足を投げた後の、この通常状態、この素手で殴る時は本当気をつけないといけないです。でも僕も何度か試合してて、本当にもう判定がね、もうないんで、もう全然ないんですよ。さあ、これ板当てられちゃいましたけれども、さあ、これぐらいで回復します。はい。結構早いですよね、板からの回復速度ね。いやー、面白い。これにさらに、その、負担時間を短くする怒りだったりね。まあ、そういう人格と組み合わせるのもね、結構面白いんじゃないかな、というふうに思いました。さあ、これ釣っていきましょう。いやー、本当にね、面白いですね。ただ、あともう一つ、数値として低かったのが、乗り越えですね。そう、乗り越え。数値が低かったんで、そこだけちょっとちゃんと注意をしなければいけないかなといったところです。さあ、これ石があるんでね、解読妨害にちょっと使っていきましょうか。さあ、これ心理学者解読してるんですけれども、はい、これも解読してるんで崩壊させれば、ダメージが入ると。で、抜くときももう一発入ります。はい、抜くときもう一発入る。いやー、いいですね。まあ、今回相手がボットなんでね、多分これもう無限に入ります。無限に入る。ダウン、なんならダウンまで取れちゃいますね。だからまあ、人と戦うときは、サバイバーね、そこは、ちゃんとこの石があったら気をつけなきゃいけないというところにやってください。あとは足元ですね、足元ちゃんと気をつけて、見るというところ、それもね、すごい大事です。さあ、これダウンが取れるね。いや、ほんと楽しいですよ、このハンター。もうマジでね、めちゃくちゃ楽しい。なんだろう、どういう人に向いてるのかな。結構この足元の、このですね、範囲がサングリア、オペラ歌手と似てるところがあるんで、まあ、オペラ歌手を普段使ってる方とかはね、割とすんなりその範囲も、分かりやすいかなというふうに思います。うん。あとは、そういった地下室の、強み、まあ、僕この1個前の動画で地下室の救助狩りの方法をね、動画にしてるんですけども、まあ、そういった地下室の、救助狩りとかもできるんで、まあ、グレースとかね、そういった地下の救助狩りが強いハンターを使ってる人とかも割と、そういった面すぐね、使いこなせるんじゃないかなというふうに思いました。さあ、これで飛びから囚人はさあですね、で真ん中を、占い師が回してるんですけど、さあ、これとにかく一旦距離詰めて、で真ん中に石を置きましょう。さあ、ちょっともうポット特有の面白いのが、ね、ちょっと見せます。さあ、これ石を置くことによって、でこれはあと崩壊させるだけでも勝手にダメージ入るんで、そう、解読やめないからね。そうなんでね、気持ちよくなりますよ。うん、これはね、すごい楽しいです。さあ、これも引っ張ったら、0.5 ダメージ入って、でもう一回壁に当てたら、ターンまで取れますね。うん、いやー、楽しい。こういうなんかね、ストレス発散とかでもね、すごい気持ちいいんで、あと音が本当にいいんですよ。まあ、多分動画だとそんなに音が伝わらないと思うんですけど、もうこの岩がね、グルングルグルグルって壊れる音がめちゃくちゃ気持ちいいんでね、結構ね、ASMR 的なね、癒しの効果もね、あります。うん。じゃあちょっとこれ実際に攻撃の距離、判定がどれくらいなのか、数値ではね、お見せしたんですけど、まあ、実際どれくらいかちょっとやってみようかなと思います。
じゃあまずはこのつる足を持った状態での、この判定がどれくらいなのか。さあここはさすがにどうか。ただこの通常攻撃距離は、ね、4位なんで全体のね、はい、まあ、かなりね、まあ、あの判定としては長いかなと思います。これくらいで大体入りますね。右側の判定まで強いと。そうハンターはやっぱこの左右の判定が強いんでね、それもねしっかりこのハンターにも、ありますよというところです。これくらいでね当たります。いやーやっぱ確かにちょっと長いですね、うん。さあ、ちょっとこれじゃあ釣り足投げて次は、普通のねこの殴りやってみましょうか。さあこの距離で当たらない、この距離で当たらない、うん、この全然当たらない。やっぱダメだな、うん、やっぱこの素手の時はマジで気をつけなきゃダメですね。うん、ほんと気をつけないと、1回の空振りでねもうサバイバーに戦況を変えられたりもするんで、もうハンターとしてはほんとこういう子気をつけてください。素手の時はもうしっかりと確実に当たる距離で殴る。もうこれもうこういう感じでねちゃんとこれを 見てやんないとね、ほんと泣くことになるんでね、これはねすごい、まあすごいいいデータですよね、うん。これ知らなかったら絶対このミスやっちゃいますから、これぐらい違うんで、ちょっと実際つらし投げて殴ってみましょうか。椅子さあこれで当たりないと、うん、あ、うん、でようやく一歩前に出てようやく当たるかなぐらいですね、うん。やっぱ短いですね。まあ、ただや見てて気持ちいいですよね、この素手で殴れるのね。今までのハンターで素手で殴れるハンターって多分いなかったと思うんでね、もうそういった目でも視覚的にもすごい楽しいですし、あとサバイバー側もね結構慣れが必要です。え、素手で殴ってくんのっていうのが、ね、あるんで。あーでもあれか、素手で殴れるの、ハスターも素手で殴れるのか、あれ一応。そうか。まあただね、そういったところも視覚的なね、今慣れも必要かなとは思います。さあ、ということでこれで空軍が飛びかなですね。じゃあちょっと、追っていきましょうか。次は、心理か。はい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 。うん、ただね、やっぱ気になるのが粘着とかそういった部分。骨董賞で戦ってみたんですけど、すごいね、骨董賞強かったんで、やっぱ粘着にはちょっと弱いのかなっていう印象があります。まあそういったところまたね、今後の動画で皆さんにお届けできたなと思いますんで、もしよかったらね、チャンネル登録して、今後の動画もね、チェックしていただけたら嬉しいです。さあ、ということでこれ1勝を出して、2撃で倒していくと。もう相手が板倒したらね、もう2発入っちゃうんでね、確定でね。ほんとこの石がね、使えるようになったらもう最強です。で、S 字回してるんで、これは、このつる足を投げて距離を縮めていきましょう。大体もうこれぐらい最大でね、ダッシュできるんで、ほんとこういう機動力に関してもね、めちゃくちゃ高いですよ。はい、ここももう一気に距離を詰めれると。ほんとすごいよね、機動力高いのやばいよね。いや、ほんとにこのキャラ楽しい。はい、ということで今回の動画もね、ご視聴ありがとうございました。それではまた今後の動画もぜひ楽しみにしててください。それではご視聴ありがとうございました。またねー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。